先ほど午後4時前、大阪市淀川区の交差点で通行人の男性から道路が10メートルにわたって陥没していると警察に通報がありました。警察によりますと道路が陥没し周辺に水があふれ出たということです。水道管の破裂などが原因とみられ水道局の職員らが確認を行っているということです。現場近くでは工事が行われていたということで警察は関連を調べています。